こんにちは、エイブル庭師店の新山です。今日ご紹介する物件はこちらのレゾンドフルールという物件になっております。じゃあ早速ご案内させていただきます。まず左手に自転車置き場がございます。結構横に広いので何台でも置けそうな感じはあります。でその奥ですね、敷地内にゴミステーションがございます。なので民間回収なので黄色のゴミ袋じゃなくても大丈夫です。はい、でこちらが駐車場になっております。はい、お車も置けちゃいます。はい、お待たせしました。じゃあまずこちらがオートロック付きになっております。じゃあ早速オートロックを開けていきます。はい、すぐ右手に、シューズボックスがございます。こちら上から下までだいぶ高さがあるシューズボックスとなっております。でこちら玄関に姿見がございますので、お仕事に行く前だったり遊びに行く前だったり、みんなりを整えてから出ることができます。じゃあ入ってすぐもう一台右手には、こちらも収納があります。こちらもだいぶ高さがある収納となっております。こちらですね、セキュリティが万全なのでこちらセコムも対応しております。いいですねセコム。じゃあ玄関を入ってまっすぐ行きますと、こちらお手洗いとなっております。こちらなんと上にも収納がございます。ウォシュレットタイプになっております。じゃあこちらがリビングです。リビングの前にまずこちらシステムキッチン、カウンターキッチンになっております。で3口の温度がついております。お魚も焼けます。で収納もたっぷりございますので、料理がしやすい作りとなっております。でこちら水洗キッチンの水の周りの方も、こちらシャワーが伸びるタイプとなっておりますので、お掃除がとても楽になります。じゃこちらが床下収納となっております。こちらですね、保存食だったりをここに収納しておくことができます。水回りの方からご紹介します。こちら水回り入って右側が洗面所となっております。洗面鏡になっておりまして、鏡の裏にも収納があります。はい、じゃ続いて下側の収納ですね。下側の収納もたっぷりあるので洗剤だったりしまっておくことができます。でこちらも洗面所シャワーのホースタイプになっておりますので、髪を洗ったり掃除したりとても楽な仕様になっております。はい、こちら側が洗濯機置き場になっております。こちらも上に収納じゃなくてタオルが置けるようになっております。じゃ続いて浴室になっております。こちら、とても広いお風呂となっておりまして、追い炊き機能付きになっております。なので温かいお湯にいつでも浸かることができます。続いてリビングのご紹介です。じゃあ照明器具もついてきます。でエアコンも1台ついてきます。でこちらが棚になっておりますね。まあ、こちらの方に本だったり置いておくことができます。なので本棚を買う必要がありません。はい、でこちらインターネットが無料の物件となっておりますので、入居してすぐインターネットをつなぐことができます。続いてこちらが寝室となっております。こちらですね、捨てないもの干し機がございますので、
まあ、雨の日とかでも外に洗濯をせずに中で干すことができます。続いてこちらですね、こっちの小さい方から、こちらも一応収納になっております。次のこちらの大きい方からです。大きい方です。こちらはウォークインクローゼットになっております。こちら両サイドにフックをかけることができています。ここにもフックをかけるようになっているので収納には困らないと思います。ちょっと先にこちらですね、テレビインターホンになっております。まあ、セキュリティもオートロックもある物件なので、このくらいは当たり前と今のばかりにセキュリティがついております。続いてはバルコニーのご紹介をしていきます。バルコニーになっております。横に広いですね、5メートル以上は横に長いなとは思います。最後までですね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。平野にある一人暮らし向けタイプの物件となっております。築浅なのでお早めにお問い合わせをいただけたらと思います。以上、ありがとうございました。